さっきのやつといい、神楽といい、木の葉じゃあんま見ないタイプだな。カラタチ神楽、六代目水影の側近らしいね。新しい忍び刀七人衆の後継者に選ばれてるよ。なかなか見どころのありそうな男よね。気配りもできるし、実力もあるし。次回、ボルボ・ナルトネクストジェネレーションズ水影の後継者。はぁ、あ